国際標準化機構、国際標準化機構、国際標準化機構、略称 ISO、ISO、ISO、ISO は、各国の国家標準化団体で構成される、非政府組織である。スイスジュネーブに本部を置く、スイス民法による、非営利法人である。百四十七年二月十三日に、設立された、国際的な標準である、国際規格 i ズ、 インターナショナルスタンダードを策定している。国際連合経済社会理事会に総合協議資格、ジェネラルコンサルテイティブステータスを有する機関に認定された最初の組織の一つである。162の標準化団体で構成される国際規格の世界的相互扶助を目的とする独立組織で国家間に共通な標準規格を提供し、世界貿易を促進している。 約2万の規格は工業製品、技術、食品安全、農業、医療など全ての分野を網羅している。ISO の公用語は英語、フランス語、ロシア語である。国際標準化機構が策定した国際規格を ISO と呼称する事例も見られる。ISO の標準を使用することで安全で信頼性が高く、質の高い製品やサービスの創出に役立つ。 ISO の標準は不良品を最小限に抑え生産性を向上させるのに役立つ。異なる市場の製品を直接比較できるようにすることで企業は新しい市場に参入しやすくなり公正な基準により世界貿易の発展を支援する。また ISO の標準は製品、サービスの消費者、エンドユーザーを保護し認定製品が国際的に設定された。 最低限の基準に適合していることを保証する。WTO-TEBT 協定はメートル条約に基づく国際単位系の使用を定め、計測及び計量標準の分野における協力に関する日本国通商産業省工業技術院 AIST とアメリカ合衆国商務省国立標準技術研究 NIST との間の実施取り決めなどで、 軽量標準の同等性と構成を、を国国家間で相互認証しして、て際規格イズを担保している。英語での名称はフランス語では、ロシア語では、である。ISO は当時語ではない。三つの公用語による当時語が異なる。英語で iOS、フランス語で OIN、ロシア語で MOS ため、国際標準化機構では、その略称をギリシア語で、 均等や均質を意味する ISOS から取った ISO と定めている。ただし ISO の創設会議ではこのギリシア語についての説明はされなかったのでこれは後付けのものかもしれない。どのような言語においても国際標準化機構の略称は常に ISO である。ISO という略称と ISO のロゴは登録商標でありその使用は制限されている。 ISO の前身は、1926年に設立された、バンコク企画統一協会、ISA International Federation of the National Standard Ishing Ash Shans であり、第二次世界大戦中の1942年に活動を停止してた。終戦後、新たに設立された、国際連合企画調整委員会、ANSCOC によって、 新たな世界標準機関の設立が提案された。1946年10月、25カ国からなるイサト・とアンスコークの代表がロンドンで会合を開き、新たに国際標準化機構を創設することで合意した。新しい組織は1947年2月に正式に業務を開始した。1952年、日本から日本工業標準調査会、 ディスクが加盟した。ISO には、各国一機関のみの参加が認められている。加盟機関は、年1回総会、ゼネラルアセンブリを開き、ISO の戦略目標を議論する。組織は、ジュネーブに拠点を置く、中央事務局、セントラルセクリテリットによって調整されている。ISO の主要役員と選出された20の、加盟機関からなる、理事会。 カウンシルが ISO を運営し、中央事務局の年次予算を決定する。技術管理評議会、テクニカルマネージメントボードは、ISO 標準を開発する250以上の技術、委員会、TC、テクニカルコミッティについての責任を負う。ISO は、国際電気標準会議、IEC と共同で以下の2つの合同委員会を組織し、電気、 電子分野の標準を開発している。ISO,IEC 第1合同技術委員会 ,JTC1 は、IT 標準を策定、維持、促進、促進するために1987年に創設された。ISO,IEC 第2合同技術委員会 ,JTC2 は、エネルギー効率及び再生可能エネルギー分野の標準化を目的として2009年に創設された。 ISO には162の機関が加盟している。ISO の加盟機関は以下の3つのカテゴリーに分類されている。議決権を有する加盟機関は P メンバー、Participating Members と呼ばれる。それ以外のオブザーバーとして参加している機関は O メンバー、Observing Members と呼ばれる。ISO は以下のものから活動資金を得ている。ISO の主要な物は 国際規格である。ISO は他に、技術報告書、技術使用書、公開使用書、技術整合表、ガイドを発行している。国際規格、インターナショナルスタンダード、技術報告書、テクニカルレポート、例。技術使用書、テクニカルスペシフィケーション、例。公開使用書、パブリックリーアベイラブルスペシフィケーション、例。 技術整合表、テクニカルコリジェンダー、ISO ガイド、ISO ガイド、0ISO の文書は著作権で保護されており、その副写には料金がかかる。ただし、電子形式の暫定文書のほとんどに対しては料金が請求されることはない。それらは有用ではあるが、標準として確定する前に大幅に変更される可能性があるので、 暫定文書の使用には注意を払わなければならない。ISO の国際規格は一般に ISO の委員会内での長い標準化過程を経て発行される。標準化過程の状態を表す略語は以下の通りである。改定に用いられる略語、その他の略語、国際規格は ISO の技術委員会、TC や小委員会、SC によって 以下の6つの段階によって開発されている。技術委員会 TC や小委員会 SC は作業原案作成のために専門家によるワーキンググループ WG を設置することができる。ワーキンググループには配下にサブグループ SG を設置することが出る。標準化プロジェクトの開始時に一定の成熟度を持つ文書がある場合、 別の組織によって開発された標準など、いくつかの段階を省略することができる。ISO、IEC の指針では、迅速手続き、ファースト、トラックプロシージャーも可能である。迅速手続きでは、ISO の理事会で承認された、国際標準化団体によって開発された文書の、場合、ISO 会員団体により、国際規格原案、DIS として承認されるか、 最終国際企画原案、フデスとして提出される。最初の段階である審査業項目提案は、関連する省委員会、SC、または技術委員会、TC、例えば、ムービングピクチャーエクスパーツグループ、ISO、i e c j t c 1 SC29、SC WG11 の場合、SC29 と j t c 1で承認される。TCSC には、 作業原案の作成のために、専門家によるワーキンググループ WG が設立されている。新作業項目の範囲が十分に明確になったら、いくつかのワーキンググループ MPEG などは Call for p r ゼ p o s a l s と呼ばれる提案のオープンリクエストを作成する。例えば、音声と映像のコーディング標準用に作成された最初の文書は検証モデル VM と呼ばれている。以前は、 シミュレーションとテストモデルとも呼ばれていた。開発中の規格の安定性に十分な信頼が得られたら、作業原案 WD が作成される。これは規格の形式であるが、改定のためにワーキンググループ内に保管される。作業原案が十分に堅実であり、問題に対処するための最良の技術的解決策を開発したワーキンググループが確信すれば、作業原案は、 委員会原案、CD になる。必要な場合、TC、SC の P メンバーに投票用紙を送る。賛成投票数が低速数を上回っている場合、委員会原案は最終委員会原案、FCD になる。技術的内容について合意が得られるまで、委員会原案は検討が重ねられる。合意が得られると、最終委員会原案は国際規格原案。 DIS となる。国際企画原案は投票とコメントのために5ヶ月以内に各国の機関に提出される。賛成が TC、SC の P メンバーの3分の2以上、かつ反対が投票総数の4分の1以下であれば最終国際企画原案、FDES として提出することができる。ISO は2ヶ月以内に国家団体による投票を実施する。この投票は 最終国際企画原案に対する技術的な変更が許されない賛成、反対のみの投票である。賛成が TC、SC の P メンバーの3分の2以上、かつ反対が投票総数の4分の1以下であれば国際企画、イズとして承認される。承認後、最終的な文章には編集上のわずかな変更しか加えることができない。 最終的な文章は ISO の中央事務局に送られ国際企画として発行される ISO は主要な産業分野の標準化を技術委員会テクニカルコミッティー日本工業標準調査会では専門委員会の分けを用いているの下で行う TC は TC1 ネッジや TC2 ボルトナット類から TC2129 ナノテクノロジーまであり、一部は廃止、休止中、さらに PC230 から TC243、一般消費者向け性の安全性までは、プロジェクト委員会、プロジェクトコミッティという形態をとっている。プロジェクト委員会は、特殊分野において、一つか二つの企画しか発行せず、企画作成が終了したらすぐに解散する。その設立には ISO における、 tc 設立の投票が不要である。これらの技術委員会のうち tc-97 情報分野については国際電気標準会議 iec と標準化の範囲が重複するので標準化活動を iec と合同で行うこととし1987年に開祖し iso iec jtc-1 となった。情報技術の発展とともに jtc-1 の組織は肥大化し 現在は全 ISO 規格の1割近くを担うまでに至っている j t c 1の活動と規格については別途参照。j t c 1が担当する規格の多くは ISO, IEC で始まる規格番号を持つ。ただし ISO 9660のように j t c 1が設立して以来改正されていない規格は除く。電気分野の標準化は ISO では行わず。 もっぱら IEC が策定する。ただし自動車のように ISO 側に TC がある製品の電気部品に関連する規格を ISO 側で策定することもある。通信分野の標準化は万国電信条約に基づいて国際電気通信連合 ITU で策定することがある。以下に技術委員会の一覧と各委員会が作成した著名な規格を示す。 JTC1 の企画については、専用項目を参照。中 P メンバー、パーティシペーティングメンバーとは、専門委員会、TC、分解委員会、SC 内のすべての事案への投票義務を負って業務に積極的に参加し、会議に出席するもの。製品が ISO 企画に準拠していることを表すために、製品の名称に ISO を含む場合がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。